マシもいろいろあんだな。マシもいろいろあるよ。マシめっちゃ骨折したりとかしてるよ。めっちゃ骨折してる。骨折とかすぐ怪我する。話したことあるっけ？ブラジャーの紐で骨折したことあるよ、マシ。でも普通にさ、ブラの紐をさ、こうやって直すときにさ、中指で直してたの。右手の中指でこうやって、ピッて引っ張ったら、骨折した。それだけで。紐に負けた？紐に負けた、マシの中指。もう普通にピッてしただけで、バキってなって、びっくりしちゃった。みんなびっくりしたよ。家でやったの？いや、外やんね。部活の前にやったね。着替えてるときに、そう、直してたら、パチーンってなって、痛みたいな。痛いって言って、みんな笑ってんの、友達とか。でも、マシまたみたいな。もう何やってんのって言ったら、もうめっちゃ腫れてきて、みんなが、医者には部類用で骨折しましたと申告。もちろん。ブラの紐持ち上げたら骨折しましたって言った。先生、指やばいんすけどって見せた。先生に見せびらかした。そしたら、これ多分折れてるねって言われて。先生、でも、もしブラの紐バチンってしただけっすよって言ったら、みんな、その後、とりあえず、ママ市に連絡しましょうってなって、ママ市に連絡してもらって、ママ市に連れてってもらった。あんた何してるの？って言われた。いや、マジ悪くないけどって言った。ブラの紐が悪いって言った。